台湾有事など武力攻撃予測事態に備え、内閣官房の参事官が県庁を訪れ、沖縄先島諸島から避難した住民の受け入れについて協力を要請しました。県庁を訪れたのは内閣官房で危機管理などを担当する新谷公使参事官です。政府は有事の際に沖縄県の先島諸島の5つの市町村から避難する住民およそ12万人を九州各県と山口県に受け入れてもらうことを想定しているということです。非公開の会談の中で新谷参事官は、衣食住や医療、通信環境の提供など多岐にわたる課題について県側も検討した上で協力するよう要請したということです。先島の5市町村12万人、非常に多くの方がございますので、特定の県だけで、受け入れをするということはなかなか難しいと思いますので、受け入れの一員としてですね、佐賀県さんにもご協力いただきたいということでございます。整理しなくちゃいけない課題、例えば収容先ですとか、備蓄物資とかですね、交通手段どうするのかとか、そういうふうなところさまざまあるかと思います。今後国の方、内閣官房の方ともですね、ちょっと意見交換相談しながら進めていくことになろうかなと思います。避難住民受け入れの国からの要請は佐賀県で6件目だということで、県は今後市や町とも協議していくとしています。